生活保護バッシングにつながる可能性があるんじゃないかな。そしてこの塚本幼稚園、森友学園のところに公務員が随行するんですか。2013年の引き下げが違法な統計不正で。でもそれは公的行為なんですか、私的行為なんですか。12年にこれ安倍政権ができた時ですけれども、はい、あの時にその岩瀬さんもご記憶だと思いますけれども、はい、いわゆる生活保護バッシングっていうのがすごい起こした、はい、でこれ政治家なんかが、一部の政治家なんかがまあ本当にその例えば芸能人の親族の人がなんか生活保護を受けてるってものすごい叩いたでしょ、はいはい、でそれを受けて2012年の、はい、衆議院選挙で自民党が生活保護の 10% 減額っていうのはね、はい、それを公約に掲げてあの政権ついたんですよ、はい、でそれで厚生労働省は、まあ、ある意味その政治人の無茶な要求に応えるような形で、うん、相当に無茶なこう減額ってことをしたことが、うん、今こうやって問題として問われ返されているっていうことなわけですよね、うん、つまりその一強政権の、まあ、もちろんこう評価される方もいるでしょうし、全てを否定するつもりは僕もないですけれども、はい、でもいろんな問題が今問われ返されているっていうことでいうと、やっぱりそのこうそういうようなメディアもそうですし、はい、中央省庁で公文書の改ざんまで起きたっていうような問題も含めて、うん、やっぱり政治権力というのは腐敗する、長期であれば長期であるほど、一強であれば一強であるほど腐敗する、でそれに対するやっぱりチェック機能として司法もあるし、あるいは検察もあるし、あるいはメディアもあるよね、あるいはその行政権力の中でもやっぱりそれは政治家はこうその選挙でこういうことをやりたいんだって言って当選してくるんだけれども、でもいい意味で官僚もやっぱりおかしなことにはおかしいってちゃんと言えるようなこうなんていうの、行政機関であるべきなんだけれど、その矛盾みたいなものが一斉に出てきているところもあるんですよね、はい、なので一つはこういう言い方すると、あの本当に誤解されるかもしれませんけれども、安倍さんがああいう不幸な形でお亡くなりになったっていうのは本当に痛ましいことだったし、ああいう事件はあってはならないんですけれども、安倍さんっていうある種の瓶の蓋がなくなったことも一つ大きな影響もあるでしょうし、さっき言った通りこのパーティーの問題でいうと、検察のトップに政権の息のかかったというか政権の気に入った人がついていたら、もしかするとこういう問題は明らかになってこなかったかもしれない、でそれは政治にとっては都合がいいけれども、我々市民にとってみるとやっぱり問題は問題としていろいろ議論していかなくちゃいけないわけですから、まあ今回の問題から一つ教訓を組み出すとするんだったら、そのあの2020年のそのいわゆる検察官の定年延長によって強引に政権の息のかかった人を検事総長にまで据えようとしたってことの問題点も、うん、もう一回捉え直してもいいのかなっていう気は僕はしてるんですけど、ね、そうですね、だからそれも含めてその安倍政権のこう総括みたいなものっていうのは、本来は自民党内で行われるといいんでしょうけど、そんなことは行われないから、やっぱり野党なりが陣と、うん、そうですね、野党もそうですし検察もそうですし、メディアもそうですし、ということが大事なですよね。だから、それで言うとね、うん、まあ、今日それをついでに話すっていうのはどうなのかなと思いながらも、じゃあいくつかの事例を話すとね、はい、例えば、これあんまり各メディア大きく報じてませんけれども、はい、安倍、晋三元首相の、その、妻、はい、昭恵さんの政治資金問題っていうのも、これもちょっと考えてみるべきですよね。はい、岩瀬さんご存知かどうか、はい、各メディアがちょっとそれほど大きくなく報じてるんですけれど、はい、安倍晋三さんの、はい、その個人の、はい、その、政治家としてのその政治資金管理団体っていうのが親和会っていうのがあるんですけれども、ええ、この親和会の代表を安倍昭恵さんが引き継いだんですよ、はい、それでその親和会に例えばあの地元の自民党の支部にあった選挙資金とかが全部集められて1億総額8000万円くらいなんですけれども、それが全部親和会に集められて、ええ、代表者の安倍昭恵さんが引き継いだんですよ、はい、おかしいと思いません、まあ、安倍昭恵さんは政治家ではないですからね、閣議決定で、ええ、その決められた私の人、詩人ですからね、ええ、その人がなんで、ええ、その夫ではあるとはいえ、うん、その政治家である、うん、しかも元首相まで務めたその夫の政治資金を引き継ぐんですかっていうことですよね、はいはい、どう考えたっておかしいでしょ、うん、でしかもね、このその政治資金っていうものもこれも考えなくちゃいけないんですけれども、はい、政治資金って相続税かかんないんですよ、かかんないんですよ、だから、その世襲議員は有利、っていう一つの大きな、こう、なんていうのかな、こう、特徴になっちゃってるわけですよ。つまり、その、自分が、まあ、じゃあ、岩瀬さんが、まあ、そんなおつもりないでしょうけど、うん、岩瀬さんがいきなりその政治家になろうとも、まあ、岩瀬さんの場合は知名度があるので、また別ですけど、その政治家になろうとするよりも、はい、やっぱり親が政治家だったりとかして、地盤、看板、カバンって俗に言いますけれども、がある。で、カバンっていうのが要するに政治資金ですよね。で、この政治資金っていうのも、ね、政治家として一人で出てたら、はい、一から集めなきゃいけないわけですけれど、親が政治家だったら、この政治資金もある。
で、この政治資金が相続税かかんないんですよ。あ、その親族だったら。つまり青木さんが、じゃあ政治家やろうと、うん、青木さんのお父さんは実は政治家でしたと言ったら、うん、青木さんのお父さんの分が、の政治資金がそのまま相続してもお金かかんない。かかんないんですよ。普通だったら、僕の父親が、はい、まあ、そんな別に金持ちじゃないですけど、すごい金持ちでも、はい、だったら、だったほど相続税がたくさんかかるじゃないですか。で、まあ、中にはね、その相続税払うために土地を売ったとか、みたいな人だっているくらいじゃないですか。はいはいはい、でも、政治資金は相続税かかんないんですよ。だから有利なんですよ。そうですね。で、そういう意味で言うと、本来、その世襲議員っていうものがね、まあ、岸田さんも含めてですけれども、日本の政治を歪めてるっていう意味で言えば、その政治資金のありようってことも考え直さなきゃいけないんですけれども、うん、まあ、それはとりあえず脇に置いといて、うん、安倍昭恵さんが、ね、ああいう形で、そのお連れが亡くなったのは本当に不幸なことだけど、うん、だけど少なくともね、うん、政治資金っていうものを、そのね、こう、引き継ぐっていうのは、どう考えてもおかしいでしょ、うん、そうですね。昭恵さんが今後、政治家になるなら、なるならまだね。でもそれはこの間の衆議院選挙などでも誇示なさってる。誇示なさってるし、はい、だからその政治家になる、まあ、政治家になるにあたってもさっき言った通り、その相続税かかんないのはおかしいんじゃないのっていう議論はあり得るんですけれど、はい、でもまあね、現行の法律ではそれは OK になっているんだとしたら、おかしいでしょ。だけど、それで政治家にもならない。はい、で、しかも、閣議決定で決められた詩人である昭恵さんが、その、こう、政治資金を取るっていうのは、僕、嫌な言葉だけど、最近なんかこうね、バカな、こう、ネトウヨ政治家が、公金中中とか言ってるじゃないですか。でも、公金中中って、こういうのを公金中中って言うんじゃないのって、俺なんか思いますけどね。例えばね、うん、その点で言えば、はい、例えば、千葉にね、千葉科学大学っていう大学があるんですよ。この大学はね、加計学園が作った大学なんですよ。で、この加計学園が作った大学なんですけど、うん、千葉の銚子市に作ったんですけど、はい、ところがそので銚子市はその加計学園のこの千葉科学大学を誘致するにあたって、その土地を無償で加計学園に提供し、はい、かつ70何億だったかなのその建設費までその提供してるんですよ。はい、でそのおかげで銚子市は結構財政危機になるくらいのことだったんだけれども、ところが2000年代に入って大学できたんだけど、はい、定員がね割れちゃってるんですよ。7割くらいしか今学生さんがいなくて、はい、で今年度に至っては半分ぐらいしか学生さんいなくて、はい、経営が厳しいって言って、今加計学園が何を言い出したか、ご存知ですか？この千葉科学大学を効率化してくれって銚子市に申し入れてるんですよ。いやいや、ちょっと待ってくださいよと。確かに、そういう、こう、経営がうまくいかないかもしれないような大学を誘致した銚子市にも問題あるし、あるいは今少子高齢化で地方の大学どこも苦しいので、別にその全てがね、その加計学園や加計学園の理事長が悪いと言わないけれども、でも、市からいろいろね、こう、補助を受けて大学作って、で経営うまくいかなくなったら効率化してくれってどういう算段なのっていうふうには僕は思うんですよ。だからこういうのも公金中中って僕は言うと思うんですよ。だけどそういうこう理事長を率いるその学園に、まあ僕が今更申し上げるまでもなく安倍政権下で、まあその理事長が腹心の友だって言って、で半世紀ぶりとなる獣医学部を設立して最先端の感染症の研究に従事させるんだみたいなこと言って、コロナもなんかねちょっとねこう収まってきましたけれど、何か役に立ったんですかって、まあ皮肉も言いたくなるじゃないですか。やっぱりあれですね、青木さんは安倍三代も面白かったけど、うん、チェックする本をお書きになった方がいいですね。いや結構ね、日々ねこういうところでね、こういうふうにこうチェックをしてるつもりなんですけど、そうだからそれをこうまとめた方が、ね、分かりやすいかもしれない、ね。うん、でも話を戻せば、やっぱりそのこう、ね、何でもかんでも安倍さんが悪いんだとかね、うん、安倍政権は全て否定するんだっていうことはないんですけれども、はい、でもその矛盾であったりとかっていうものが今あちこちで出てるって、うん、でその矛盾はなぜもっと早く出なかったのかとか、うん、なぜ今出るのかとか、うん、もっときちんと捉え返さなくちゃいけないんじゃないのかってことも含めて、いろいろこう考えるところが多いっていう気はしますけれども ね私もこの政治資金の話が出ていろいろ読んでいくにつれて、あれ検事総の話もあったなって、うん、やっぱりそういうのも関係してくるのかなって思って、ね、やっぱそういうことも含めて、うん、私たちは次の自民党の大椿優子です。本日は閣法の質疑に入る前に、11月30日名古屋高裁で判決が出された通称命の砦裁判について大臣にお尋ねします。厚労省は2008年から11年に物価が 4.78% 下落したとする独自の指数を根拠に、2013年に平均 6.5% 最大 10% の生活扶助基準の引き下げを決め、3回に分けて実行されました。この基準額の引き下げは生活保護に違反するとして
生活保護法に違反するとして、全国29都道府県、1000名を超える原告が意見訴訟を提起しました。名古屋高裁は原告側の請求を退けた、一審判決を取り消し、原告の請求通り国に1人1万円の賠償命令を出しました。長谷川裁判官は判決の中で、厚生労働大臣には少なくとも重大な過失があるとの国の賠償責任についても触れています。武見大臣、この裁判も10年の歳月が流れ、その間原告だった1000人の方々も今880人になり、多くの方がお亡くなりになりました。国は原告の状況も鑑み、この判決を受け入れ、早期解決を図るべきだと考えますが、武見大臣のお考えと全国各地で行われているこの裁判への今後の対応について簡潔にお答えください。お願いします。武見厚生労働大臣。はい、平成25年から3年間かけて実施した生活保護基準の改定に関して、11月30日に名古屋高裁で判決があったが、当時の生活保護基準の改定について適用であったと認められなかったものと承知しています。現在判決内容の詳細を精査するとともに、関係省庁や被告自治体と協議をしておりまして、今後適切に対応してまいりたいと考えております。なお、厚生労働省といたしましては、今後とも自治体との連携を図りつつ、生活保護行政の適正な実施に努めてまいりたいと考えています。大椿優子君。判決を受けて武見大臣は12月1日記者会見をなさいました。基準額の引き下げは手順も含めて適切なものだったと発言し、特定地域の名前を挙げ、生活保護制度というものが極めて好ましくない形で悪用されているケースが多々ありとの発言がなされました。生活保護の悪用に関しては非常に少ないにもかかわらず、厚生労働大臣がことさらにこのことを言うことによって、生活保護バッシングにつながる可能性があるんじゃないかなということを私は大変危惧しております。この点につきましては別の機会に、改めて追及させていただきます。そして次の質問に移らさせていただきます。大麻取締法等の一部改正法案に関する質問に移ります。私からも生活保護の裁判について質問したいと思います。先日の11月30日に名古屋高裁で、2013年からの生活保護引き下げ、これ厚労大臣の裁量を逸脱して違法であること、そして原告の精神的苦痛に対し国家賠償としての慰謝料請求を初めて認めるという判決が下されました。この国はですね、この判決を重く受け止めて上告せず判決確定させるべきだと。もう一点、直ちにですね、生活保護基準の引き上げを踏み込むべきだと思います。大臣いかがでしょうか。武見厚生労働大臣。この11月30日の名古屋高裁で判決がありまして、当時の生活保護基準の改定について適法であると認められなかったということは承知しております。で、現在判決の内容の詳細を精査するとともに、関係省庁や被告自治体と協議をしておりまして、今後適切に対応してまいりたいと考えております。倉林明子君。生存権裁判で見ますとですね、13例目の勝訴ということで、2013年の引き下げが違法な統計不正であったという、司法判断の流れっていうのはもう止まらないというふうに判断すべきだと思います。現状、異常な物価高が続いておりまして、生活保護利用者の生存権を脅かすという実態があるわけですよ。この実態をですね、直ちに解決すべきだというふうに思います。政治決断、強く求めておきたいと思います。質問してないか。はい、黒林明子君。はい、続きはまたやらせていただきます。ところでですね、安倍昭恵さんが首相公邸チャンネル安倍昭恵の幸せの形というホームページを作っていて、首相公邸にゲストを招いてやっている。これ場所は首相公邸使ってインターネット TV をやっているということですね。野上幸太郎内閣官房副長官。内閣総理大臣夫人は現に内閣総理大臣の職にあるものの配偶者を指す一般的な呼称でありまして、公務員としての発令を要するものではなく、公人ではございません。それでお尋ねのですね、動画の配信につきましては、これは政府の依頼によるものではございません。で、その上で、総理夫人が私的な行動として行っているものと認識をいたしております。総理大臣公邸はですね、総理の執務や賓客の接客に用いられるほかですね、総理及びそのご家族が私的生活を送るための場でもあります。で、ご指摘の動画はこの公邸内で撮影されたものと聞いておりますが、私的生活を送る場で私的活
動を行っていたものであり、総理夫人が情報発信の中で自身が生活を送るためのですね、首相公邸という名称を用いたものであるというふうに考えております。福島由紀夫君。理解できません。これ首相公邸からゲストを招いてやるっていうのを売り物にしてるんですよ。実際首相公邸税金で賄われてるところでやってるじゃないですか。どこが支持なんですか。その政策にあたってはですね、公費は支出はされておりません。場所は首相公邸ですよね。ご答え、ご答え申し上げた通り首相公邸の中でございます。首相公邸でインターネット TV やるのがどこが支持なんですか。で5人、官邸の中に安倍昭恵さん の担当官がいると。大臣だって2人しか秘書官ついてないじゃないですか。2人が常駐であると、その2人は毎日何してるんですか。第2次安倍内内閣の発足以降ですね、現政権は外交安保を抜本的に立て直して地球儀を俯瞰する外交に取り組んでいるところであります。で総理大臣の海外出張に総理夫人が同行する件も4年間で25回と、野田内閣の1回から大幅に増加をいたしました。また我が国に来訪したですね、外国要人を総理とともに接遇するなど総理夫人の外交活動もですね、4年間で147回と多数に上っております。で在東京のですね、外交団が催す多数のイベントには公務多忙のため出席できない総理大臣に代わって大半に総理夫人が出席をしております。そしてこのように夫人の活動が飛躍的に増大したためにですね、総理夫人の行動のサポートを担当する職員を増員をいたしました。で夫人のサポートを円滑にするには常時これ総理夫人の総理の公務の遂行を補助するための活動についてですね、夫人のスケジュール調整や次期出張等に向けての日程、活動内容の調整等を行いつつ、これ交代で随また交代で随行を行うなどのですね、人員2名が必要と判断されたものであります。公人じゃないですか。それから外国との大使館との関係だったら外務省からの非常勤の3人でいいじゃないですか。なんで2人が常駐してるんですか。部屋もあって机もあって総理夫人の業務、これは飛躍的に増えている。それに対応するために増員もしているということであります。法人ですよね。森友学園に講演に行ったときに公務員は随行してますね。総理夫人のですね、この塚本幼稚園における講演については総理夫人の私的な活動であると認識をしております。で総理夫人の塚本幼稚園における講演職員が同行しておりましたが、その目的はですね、総理夫人の総理の公務の遂行を補助するための活動のスケジュール調整ですとか、あるいは種々の連絡調整等のサポートを行うために同行をいたしていたものというふうに承知をしております。福島みずほ君。公務じゃないですか。私人の行為になんで公務員がついてくるんですか。私的な活動そのものをサポートするために行ったのではございません。総理夫人の活動としてはですね、その総理の公務の遂行を補助するための活動、このスケジュール調整ですとか連絡調整とのサポートを行うというものがありますので、そのために同行していたということであります。意味がわからない。福島みずほ君。森友学園、この塚本幼稚園に同行した公務員は何してたんですか。総理の公務の遂行を補助するための活動、それは先ほど申し上げたとおりいろいろな活動がございます。その活動のスケジュール調整とか諸種の連絡調整のサポートを行うためにということであります。総理の仕事の補助をするのは私的行為なんですか、公的行為なんですか。内閣総理大臣夫人は総理の職にあるものの配偶者を指す一般的呼称であります。それで、国家公務員としての発生を要するものではありませんので、公人ではありません。で他方で、総理ですね、行政府の長である総理の配偶者であるということに鑑みて、必要に応じて各国首脳夫人も同行するサミットへの同行ですとか、あるいは夫妻で我が国に来訪した外国要人の接遇などの活動ですとか、あるいは女性活躍など内閣の重要政策に関する会議等への単独のでの出席ですとか、こういう内閣総理大臣の公務の遂行の補助にかかる活動について協力いただいているというものであります。だって公務員が遂行してるんでしょ、官邸に公務員が常駐してるんでしょ。総理を補助する仕事は私的行為か公的行為か答えてください。補助をするサポートをするですね、業務はやって、いただいているということであります。じゃあ答えてください。どっち。いや、ですからそれはその公的か私的かという話ではなくてですね、総理の公的な役割、これをサポートする役割をしているということであります。その評価を聞いてるんです。公的行為なんですか、私人の行為なんですか。私人の行為なのになぜ官邸に役人がついて、そして
この塚本幼稚園、森友学園のところに公務員が随行するんですか。総理夫人の総理の公務の遂行を補助するための活動ということであります。福島みずほ君、その活動は公的行為なんですか、私的行為なんですかと聞いてるんです。いや、繰り返しになりますが、それは公務を遂行するための活動を補助するための活動ということであります。いいですか。じゃあもう野上副長官。お答え申し上げます。何度もご答弁になりますが、行政府の長である内閣総理大臣の配偶者であることに鑑みて、これ必要に応じて各国首脳夫人も同行するサミットの同行ですとか、あるいは夫妻が我が国に来訪した外国人の接遇の活動ですとか、あるいはその女性活躍など内閣の政策に関する会議との単独の出席ですとか、そういう内閣総理大臣の公務の遂行をの補助にかかる活動ですね、それを行っているということであります。答えてない、ちょっと来て、ちょっと来て。公的として答えてるのに活動で終わっちゃったら。総理の公務を補助するこの活動が公的なのか私的なのかって聞いてるでしょ。それについてだから そういうふうにそういう切り口じゃない。野上官房長官。お答え申し上げます。総理夫人はですね、それは国家公務員としての発令をするものではなく、公人ではないという認識であります。で、公人ではありませんが、総理のさまざまな公務を遂行するためのサポートをする活動を行っていただいているということであります。答えてないよ、余計答えてないと思う。なんか遠くなっちゃったよ。福島みずほ君、活動は分かりました。でもそれは公的行為なんですか、私的行為なんですか。野上副長官。すみません、何度も答弁で恐縮でありますが、総理の、ね、夫人は公人ではないという整理であります。で、その上で総理のですね、さまざまな法的な活動を補助をする活動をやっていただいているというところです。総理夫人はですね、公人ではないという整理でありますが、その内閣総理大臣の公務の遂行の補助にかかる活動をですね、私人としてその補助をしていただいているということであります。あくまでですね、これは公務の補助ということでありますので、それは公務ということではないというふうに思います。福島みずほ君。いや、私は公的行為を行っていると思うんですよ。だって公務員ついていってるわけでしょ。しかも官邸に公務員つけてるわけでしょ。公的行為を行ってるじゃないですか。どうですか。野上副長官。ですから内閣総理大臣の公務ですね、その公務の
遂行を私人として補助しているということであります。いいですか、ちょっと来て、もう整理してこれちょっとね、あの答弁整理してもらうから、今ここでやってもずっと今の段階ではこういうことなので、だからちょっと時計止めて、これちょっと整理してもらって、ここでやりすぎですね。はい。だって順番で今の段階でこれ以上の答弁で、ちょっと答弁整理させてください。これはこれでちょっとね、今日の段階では進めさせてもらって。今整理してもらうので。うん、サポートすることはどっちなんですかって聞いてるんですよ。今の段階で出てこなかったら、ちょっとここで改めて整理してもらわないと。時計止まってるね。答弁整理し、答弁ちゃんと整理されてますか。大丈夫ですか。ちょっと時計、それでは即興起こしてください。野上副長官。その公的行為、私的行為ということなんですが、公務でないということで言えば、あえて言えばそれは私的行為ということになろうかと思いますが、それは総理の公務をサポートするという活動だということで、ご理解いただければと思います。福島みずほ君。ここまでやってて何が私的行為なんですか。じゃあ森友学園に随行した公務員の旅費は払われてますよね。その旅費につきましては総理夫人が支払われているということであります。福島みずほ君。はい。共謀罪について話をします。外務大臣。ごめん。ごめん。で。